皆さんこんにちは、ピアノの白澤春です。この度来年の1月にマエストロトマーシュ・ブラウネル、そしてプラハ交響楽団の皆様とご一緒できることになりました。ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を演奏いたします。チェコのオーケストラ、特にプラハ交響楽団は、ボロザーク、スメタナ、あるいはスークやヤナーチェクといった作曲家から受け継いだ物悲しさと優しさを含んだ弦楽器の音色、そして語りかけるような管楽器の音色が本当に魅力的なオーケストラで、彼らとの共演が音楽にどんな影響を与えてくれるのか、どんな反応が生まれるのかを今からとても楽しみにしているところです。会場で皆様とそれらを共有できることを心持ちにしております。お待ちしております。